イテム番号、SCP-15。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-15 は移動させることが不可能であり、サイト敷地内に保管されています。SCP-015 の格納施設の周囲には常時最低2メートル、6フィートの間隙を維持すべきであり、他のいかなる建築物も格納施設に接触させてはなりません。調査は差し支えありませんが、完全な命綱と GPS 端末を備えた3つのチームによってのみ許可されます。SCP-15 のすべての突出部は、新しい位置の記録及びログを取るとともに、即座に蓋を取り付け封印すべきです。SCP-015 内では攻撃的な行動を取るべきではありません。SCP-15 内部のどの場所においても、手あるいは動力工具による作業は許可されません。SCP-15 で修理やメンテナンスを行うべきではありません。説明 SCP-15 は、にある倉庫を完全に満たした、パイプ、開口部、ボイラー、その他各種配管設備の集合体です。パイプは、管しか見ない時は成長し、下水道や地下配管を通じて近接する建造物へ接続しようと試みます。SCP-015 には、現在の推定値では、2.5cmから1メートル以上の直径を持つパイプが 190km、120マイル以上存在します。た。のパイプが腐食し漏出を起こしている間に、新しいパイプが出現しています。パイプの素材として、骨、木材、鋼鉄、押し圧灰、人間の肉、ガラス、花崗岩が報告されています。鉛、ポリ塩化ビニル、銅製のパイプ、あるいはその他従来の素材からなるパイプ溶製剤は発見されていません。SCP-015 は、工具や攻撃に対して反応を起こします。病院による攻撃的な活動、工具の運搬、SCP-15 に対して損害を与えるあるいは修理しようという全ての試みは、反応の引き金となるでしょう。反応すると、攻撃対象付近のパイプは破裂し、供給が停止するまでの数秒間、攻撃対象へ吹き出します。パイプに供給されている物体として、油、水銀、ネズミ、未特定の昆虫種、粉末ガラス、海水、内臓及び溶融鉄が報告されています。攻撃対象が死亡あるいは退去するまで、パイプは破裂し続けます。SCP-015 は、エリア内の11の建造物に接続した後、切断により現在の格納施設まで押し戻されました。現在までに、11人の要員が殺害されており、20人以上が行方不明となっています。報告書は、SCP-15 内からもたらされる壁を叩く音や絶叫により作成されています。